氷級日本軍の氷氷とは、竹や、柳、塔などを編んで作られたつづらの一種。脳型体の容器でかぶせ蓋となっている。医療や文書あるいは雑物を入れるために用いる道具。衣類や身の回りの品の収納あるいは旅行用の荷物入れなどに用いられた。ハンカキとも言う。柔軟性がありがいが盛り上がるほど多量に入れることができる。浅縄で結び。 あるいは締め革で締めることもある。数える、助数詞は竹や柳で編んだ籠を表す、鳥もしくは蓋のある容器を表す、ゴまた、荷物を入れた氷は荷物を表す、量で数えることもある。なお、中国語で、氷は、荷物の意味。スーツケースを氷箱という。大日本帝国陸軍の氷は、戦場に傾向する弾薬、量末。 器具その他を運ぶ追随部隊の名称である。大合理と小合理とがあった。大合理は通常は、戦術単位以上の部隊を呼び、部隊本部、司令部がこれを有した。その内容は、将校の荷物、両末その他、宿営休養に必要なものであり、すなわち機兵破壊器具、公兵隊器具、両末、荷物、金鼻、食工具、市長蛍光器具、予備停鉄。 低鉄工具、水具、予備車両、予備バンバその他である。昇合理は、戦術単位以上の戦闘部隊が携行し、その内容は弾薬、または作業用器具その他、戦闘に必要なものであり、すなわち、通信機材、衛星材料、弾薬、不評器具、工兵隊機材、予備車両、予備バンバその他であった。戦闘工軍には昇合理のみが、 舞台に追随し、大氷は、各部隊を合わせて、遠方を行軍した。大小合理の補給は弾薬、または、量食0列から行った。ありがとうございます。